旅行に軽井沢に行きます。楽しみです。お誕生日イベントしてゆっくりしたいなって言ったら、みんなで軽井沢行こうって言ってもらって、ハッピーバースデーディアカジちゃん、キーちゃ
なーって言ったらいいな。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。イエーイ、食べよう。少し前になるけど、数日間都内から離れてゆっくりしてきました。お仕事やお勉強ももちろん大大大好きだけど、あらゆる刺激を受けたままじゃなくて、こう自分の中でゆっくり咀嚼して頭を整理する時間もすごく大切にしてます。動画を最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。梶ひとみでした。